昔々、周囲を山で囲まれた小さな貧しい国がありました。その国の城主は、老人が60歳になると山に捨ててしまえというきついお触れを出しました。人々はこの山を姥捨て山と呼びました。その国に一人の年老いた母親とその息子が住んでおりました。でもそのお母さんも今年とうとう60歳を迎えていました。明日はいよいよ姥捨て山へ行かなければならないというその前の夜のことです。今夜限りだ。今夜限りでおっかさんと。担当食べ、明日は大変じゃでな。おっか、何も明日でなくても。うんにゃ、早い方がええ。いつまでも伸ばせば未練が残るで。何の悲しむことなんかあるもんか、わしは仏様のもとへ行くんじゃもの。母親は息子を慰めましたが、息子の悲しみは強くなるばかりです。そして最後の夜も更け、慌ただしく次の日の朝がやってきました。息子はお母さんをしょいこに乗せて山へ入って行きました。お母さんの体はすっかり軽く、息子の足取りは重く、一歩一歩険しい山道を登って行きました。山はだんだん深くなり、道はますます細く険しくなって行きます。崖沿いの道を通り、吊り橋を渡って、二人はさらに山奥へと入っていきました。カラスがカーカーと鳴きわめて、息子は一層やりきれない思いです。そのうち、息子は楽しかった昔のことを思い浮かべました。お母さんに甘えて泣いた頃、わんぱく盛りでお母さんを困らせたこと、そんなことが次から次へと走馬灯のように息子の頭を横切りました。そのうち息子は妙な物音に気がつきました。それはお母さんが木の枝を折っているのです。息子は不審に思ってお母さんに聞きました。おっか、木の枝なんぞってどうするんだ。お前はまだこれから山を下って家へ帰らねばなんめ。道がわからんようになったら困るから、こうして道しるべを作っとるとよ。お母さんはこんな時までまだ息子のことを心配してくれているのです。二人はとうとうその場所へ来てしまったのです。はよう下ろしなされ。今さら何を迷っている。はよう下ろしなされ。お母さんは一人でむしろを持つと岩の前へ行きました。日の暮れないうちに早お帰り。今夜あたりは初雪が降るかもしれんで。お母さんはそう言って息子の肩を押しやりました。
息子はもう後ろを振り返ったりしませんでした。ただ元来た道をふらふらと息子は帰って行きました。思い出されるのは今置いてきたお母さんのことばかりです。もう歩く気力もない。お母さんのいなくなったうちへ一人で帰ったところで何になるだろう。倒れた息子は起き上がる気もなくじっとしていました。どのくらい時間が経ったでしょうか。ああ雪、寒いだろうな。そう思うと息子はたまらなくなりました。おっか、お母さんはむしろに座り、両手を合わせて一心に何かを拝んでいました。このまま雪にうずもれて死んでいこうとしていたのです。その時、おかどうしたお前。おっか、うちさ消えるんだ。そんなことしたらお咎めが。いいんだ、どんなことがあっても構やしないんだ。息子は心の中で何度もそう叫びました。お母さんを連れて帰ったらどうなるか。ただもう暗い山道を、雪の降る坂道を、走りに走って、それからの二人はもちろんお母さんを連れ帰ったことを誰にも言うことはできません。息子はいろいろ考えた挙句、床の下に穴を掘ってお母さんをそこに住まわせることにしました。おっか、つらいだろうな。辛抱してくれろ。こうして息子は昼間は何食わぬ顔で畑を一人で耕しておりました。ところがある日、その国に大変な騒動が持ち上がったのです。隣の国の殿様がこの国の城主に無理難題をふっかけてきたのです。はいで縄をなってみよ。もしできなければ即刻お前の領土を取り壊すぞ。はいで縄をなう。こんな難しいことはありません。どうしたんじゃ顔色がすぐれんが。おっか、戦が始まるかもしれねえ。息子はお母さんにお触れのことを話して聞かせました。そんなことならわけはない。固い縄をなって塩水につけてよく乾かして戸板の上でそっくり燃やせばええんじゃ。なるほど、そうすればそっくり灰でなった縄が出来上がりました。城主様は国を救ったあっぱれなやつとたくさんのご褒美をくださいました。おか、焦げに褒美をもらっただ。ところがそれからしばらくするとまたまた難しい問題をふっかけてきたのです。今度は七節曲がった小さい竹の中に一本の糸を通してみよ。再びお母さんに相談すると、片方の口に砂糖を塗りつけてもう片方の口から糸さ祝えたアリンコを入れてやればええんだ。アリンコは砂糖さ欲しがって穴あくぐるだで糸が通る理屈よ。息子はまたまた大層なご褒美をいただきました。ところがまたまた隣の殿様は難題を出してきます。打たぬ太鼓の鳴る太鼓を作ってこい。太鼓の中にクマンバチをいっぱい入れていくと、クマンバチが暴れて打たんでも太鼓が鳴るわさ。城主様は大層喜びましたが、ふと不審そうに聞きました。これはお前一人で考えたことか。息子は恐る恐るすべてのことを城主様に話しました。なるほど、年寄りの考えることはさすがじゃ。
年寄りの知恵がなかったらこの国は滅ぼされているところだった。深く反省した城主様はそれ以後、老人を山へ捨てるという習慣をすっかりやめさせたそうです。そしてそれ以後この国では隣の殿様から無理難題を吹きかけられることもなく、あの孝行息子とお母さんはいつまでも幸せに暮らしたということです。